皆さんこんにちは。本日はレース前、練習前にやってほしい準備運動、ストレッチ、こういったテーマです。レース前、そして練習前にやりたいストレッチ、これありますよね。一体どういったことをした方がいいのか分かんないけども、ちゃんとした方がいいっていうのは分かっていますよね。特にね、レースを控えている方も多いと思います。レース前に体しっかりほぐしておきたいけれども、なかなか時間がないだったりとか、もうコスパよく準備運動したい、こういった方多いですよね。まあなかなか難しい問題ですよね。確かにレース前や練習前というのはなかなか時間がありませんので、ちゃんとストレッチする時間少ないです。今回は効率よく行えるストレッチ、これを紹介していきたいと思います。特にレースを控えている方は、今回紹介するストレッチ、準備運動をですね、レース前にやってください。そうすることによって、間違いなく皆さんのレースのパフォーマンスは上がっていきます。皆様のね、メインレースに向けてぜひ一緒に学んでいきましょう。まずレース前や練習前に必ずほぐしてほしい場所、それは上半身、特に肩甲骨周り、そして股関節、足首ですね。股関節や足首に関しては納得する方も多いと思います。ただ上半身、特に、ね、肩甲骨周りというのは股関節周りや足首と同じぐらい大事なので、しっかりほぐしてほしいです。まず肩甲骨周りや上半身が固まってしまうと、呼吸、これが入りにくくなりますよね。呼吸が入りにくいということは、呼吸が浅くなってしまって、レース序盤からゼーハーゼーハーしやすくなります。そうすると全身酸素が運搬されなくなりますので、パフォーマンスは落ちやすくなりますよね。逆に言うと、しっかり序盤から呼吸が入ることができれば、前半からしっかりと溜めて走ることがやりやすくなります。肩甲骨をほぐすということは、呼吸器の改善、そして呼吸器が改善されるということは、前半に楽な走りができるということにつながります。それと同じで、肩甲骨周りをほぐすということは、下半身のサポート、つまり腕振りがしっかりとやりやすくなりますよね。腕振りっていうのは下半身のサポートになります。レース序盤から腕をしっかり使えるということは、下半身を休めること、ここにつながってきますよね。レース序盤に足をしっかり溜めたい人こそ、呼吸器を楽にしたい人こそ、肩甲骨周りをしっかりほぐすことによって、呼吸器の改善、そして下半身のサポート、これがねバッチリできるわけなので、だから上半身をほぐすということは下半身をほぐすと同じぐらい大事なんですね。ここのストレッチもぜひしてほしいです。股関節周りというのは下半身の動きの中心になります。ここが固まっていると、間違いなく 100% 動きが悪くなりますので、ここの周りもしっかりほぐしましょう。そして足首というのも実は同様、足首と股関節は連動していると思ってください。つまりは足首の動き、側関節の動きが悪いと、股関節周りの動きも悪くなります。足首をほぐして股関節をほぐしてあげることで、下半身がより大きく動けるということですね。全身のストレッチ、これはもちろん大事なんですけども、どこかって言われたら上半身、特に肩甲骨周り、股関節、足首、このあたりですね。準備運動はいつすればいいか、特にレース前ですね、レースの日なんかはホテルや自宅で必ずやってください。経験がある方ならわかると思います。レース会場について手荷物を預けて、そしてスタート場所に向かうと、それだけで結構時間かかります。人もたくさんいますので、ゆっくり時間をとってウォーミングアップ、ストレッチ、準備運動できないんですよね。普段からね、よっぽどルーティンを組まれている方だったらできます。ただレース慣れをしていない方であれば、レース直前までしっかりストレッチって難しくなりますので、もちろんね、直前でやった方がいいんですけども、そこの時間が取れない、それだったら直前じゃなくてもホテルや自宅でしっかりストレッチをしてから現地に向かう、これが一番いいです。ストレッチの道具もありますので、自宅やホテルの方がゆっくりストレッチできますよね。まあ何度も言いますが、よっぽどルーティンができている方は別ですけどね。そうすることによって、レース前も慌てることなくスタートできます。前置き長くなりましたが、上半身下半身の準備を一緒にやっていきましょう。はい、それでは始めていきましょう。今日はね、自宅やホテルでやっている手で進めていきます。最初はこのストレッチポールやホームローラー、これを使っていきたいと思います。まあないけどね、仕方ないので飛ばしていきましょう。まずこれを使って上半身ですね、肩甲骨周りをほぐしていきます。こいつを床に置いて、肩甲骨の下にこいつを置いてください。こんな感じですね。そして肩甲骨の下にこうやってこいつを置いたらですね、ゴロ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 と肩甲骨周りをほぐしましょう。これをね、30秒ぐらいゴロゴロほぐしていきましょう。もちろんね、ゴロゴロほぐさなくても、こうやってじーっと我慢したりとか、あとは上に伸びる、これでも OK です。こうするとね、ちょっと反り腰の方はしんどいかもしれませんので、注意してくださいね。まあ、僕はこうやってゴロゴロしたりとか、あとは上に伸びるだけでもすごく気持ちいいです。これ普段からやっていただくだけでも全然違いますよ。まあ、こんな感じで慣れてくると、これがすごく気持ちいいです。まあ、今日は30秒ですけどね、もっと長い時間やっていただいても OK です。 OK です。次はですね、このまま横を向いていただいて、脇腹に入ります。脇腹というか脇の下ですね。ここに同じようにこのローラーを置いていただいて、ゴロ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 、さっきと同じようにゴロゴロしてもいいし、あ、痛いなっていうところでじーっと我慢します。ここから30秒ですね。このフォームローラー、もちろんね、このストレッチポールでも構いません。これを行ったストレッチっていうのはですね、やった後に動くとパフォーマンスが上がるっていうデータが出てますので、ガン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 やっていただいて OK です。まあ、あんまりね、長い時間やりすぎると逆に筋肉ふやけすぎるので良くないですけどね。まあ、30秒とかね、1分ぐらいだったら問題ないかなと思います。めっちゃ気持ちいいですしね。
ただやり慣れていない方はすごく期待です。できれば鳴らしてあげてください。 OK です。ではね、反対も同じようにやりましょう。ここですね、置いていただいてゴロ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 とやってください。これも場所を探したら30秒ですね。まあ何度も言ってますけど、30秒じゃなくても OK。 僕はねこれよくやるからすごく気持ちいいんですけれども、なかなかね普段やり慣れていない方とかだったら本当にね、この広背筋っていうのはかなり固まってます。広背筋固まると呼吸器ねすごく悪くなっちゃいますので、しっかりほぐしてくださいね。ふぅ、はい、OK でーす。これで肩甲骨周りをこのフォームローラーでほぐしました。次は実際にしっかり動いていきたいと思います。これは立っていただいても座っても構いません。このまま手を前に出して、肩軽く力を抜いて手を後ろから前に引きます。こんな感じで。前にならないから後ろに引くイメージですね。肩甲骨を内側にグッと寄せるイメージです。これをね、30秒間行います。手を上に上げすぎると首がすくんで肩が痛くなってしまって、肩甲骨の動きが悪くなりますので、肩をストーンと落とした状態で、引く。こんな感じですね。両方一緒に引きます。あとは呼吸を止めずにね、あくまでリラックスしながら大きな可動域を意識しましょう。あくまで準備運動、ほぐす運動です。OK。では次は根を斜め上から引くようにしましょう。頼むから30秒。ちょっとね、手を上げて肩が痛いなーって感じますので、あんまり無理せずに。できるだけリラックスして引きましょう。勢いよく引くことによって肩甲骨が一気にグッと寄ります。そして肩甲骨が後ろにひねりやすくなりますので、これは腕振りがすごくやりやすくなりますね。なので肩甲骨をしっかり動かすというところを意識しながらやっていただくと、イメージしながらやるとまだ違います。 OK。 では次は肩の下に手を置いていただいて、こうですね、四つ這いになりましょう。手を片手で支えます。ここから手を後ろにスイング、後ろ下後ろ下、これをね30秒。これは少し反動をつけて勢いよく後ろにスイングするようなイメージですると、大きく肩甲骨が内側に動いてくれます。そうすると腕振りがすっごくやりやすくなりますので、ぜひやってください。これでね、呼吸器全然変わってきますから。あと15秒ぐらいですね。あんまり思いっきりブーンって引いてね、肩外さないでくださいね。人によってなんか肩外れる人いそうです。よいしょ。はい、OK。じゃあ反対です。同じように反対にスイング。OK。これも30秒です。あくまでもリラックスしながらですね、リラックスしながら手を一緒にスイングしましょう。まあこうやってね、別に直立でもいいです。ただ回すっていうのは押すと引くなんですね。なので地面をこうやって押しながらやるとよりスイングをしやすくなります。こっちの手でしっかりと壁というか地面を押し返すとより大きなスイングができます。 OK です。まあ、壁をねこうやって押しながらやっても全然 OK ですよ。だから手をつかなくてもできますので、外でもできます。さあ、今ね、上半身は完了です。次は下半身ですね。下半身はまずこのフォームローラーをまず使っていきます。なければ仕方ないですね。ただ、自宅とかホテルである方、ホテルはなかなかないと思うんですけども、自宅である方はぜひ使ってください。これで前ももをほぐします。前ももゴロゴロですね。こうやって、前ももを大きく使いましょう。レースとかでね、遠征用でこのちっちゃい筒をね、持ち歩いてる方もいますので、そういった方はぜひ使ってください。肘もちろんついていいです。フォームローラーでほぐすだけでも全然ね体の動き変わりますので、本当にねたくさん使ってあげてください。これでしっかりほぐしていただくと本当に動き変わるから、レース前だけじゃなくてね、練習前も絶対やってください。 OK。 次は裏向いて裏ももに当てて、裏ももをゴロゴロ、裏ももちょっとほぐれにくいですけど、それでもやらないよりかは絶対にいいです。これも30秒です。ですね、やっぱなかなか体重がかかりにくいので裏ももってほぐれにくいんですけども、それでもねなんか筋肉が伸ばされている感じは分かると思います。こんな感じ、
ちょっと張りが強いなって部分があったら、こうやって小刻みにそこをね薄く薄く伸ばすイメージでやってください。 OK、 ナイスです。 OK、 で余裕があったら横も向いて外側ですね、外側もゴロゴロやりましょう。これも30秒いきます。ちょっとストレッチポールのパート長いんですけれども、それでもね本当にそれぐらい大事なので、だから自宅とかホテルでやってほしいんですよね。ホテルにも本当にねあればいいんですけどね。本当にねほぐした後とほぐす前って全然違うので、めっちゃちゃんとやってほしいです。あともう少し、はい、 OK です。じゃあ反対も同じように行いましょう。これ人によってはめちゃくちゃ痛いです、悶絶です。なんかね慣れてない人はあんまおすすめしないかもしれません。このポールを使ったリリースストレッチなんかは普段から絶対やってくださいね。レース前だけとか練習前だけじゃなくて、普段のメンテナンスから本当にやっていただきたい。普段のねメンテナンスから行うことによって、レース前でも全然ねストレスなくできますから。レース前で急に痛いとか嫌じゃないですか。だいたいまあ今日お案内するストレッチで10分ぐらいですかね。10分あれば結構起こせますから。 OK、ポールを使ってしっかりほぐれたらですね、次は股関節足首をほぐしましょう。足前後に開いていただいて、こうですね、このまま膝後ろついてください。足首から股関節にかけて体重を前にぐーっとかけます。前に体重をかけます。こんな感じですね、前後に動きましょう。これを30秒、前後ろ前後ろ前後ろというようにね、体重を前にしっかりグッと乗っけてください。そうするとね足首が動きます。そして足首が動いて股関節も動きます。そうするとね2つ同時に一気にストレッチができて、かなり機能的なストレッチになります。 OK、 では次これを左右ですね、外中中外どっちでもいいです。こんな感じで動きましょう。これもね30秒いきます。これも股関節の外中足首のこういう動きにも入りますから、お尻周りがすごくほぐれます。すごい大事ですよ。動くとね分かると思いますけど、お尻とか足首すごく使うの分かると思うんですね。ぜひともねこれしっかりやっていただきたい。あともう少し、はい、 OK、 では足を入れ替えてください。反対ですね、同じように前後に開いていただいて、前後ろです。前後ろ前後ろ、ここから30秒、よいしょ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 、足首から股関節、ここから動くイメージをするといいですね。どうしてもね足首から動くっていうイメージ少なかったりしますので、ここからこの足首の折れ目から動くというイメージをすると、結構足首周りのストレッチもしっかりできます。 OK、 OK、 では外中ですね、これも同様足首股関節動かしましょう。30秒いきます。倒して戻す、倒して戻す、そう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 、お腹に力を入れて外中です。そう、目線はね軽く前を見たりとか、おへそしっかり下に向けるとか、まあこれぐらい意識しておきましょう。あともう少し、はい、 OK です。では最後ですね、手を下についてですね、この出してる足の方ですね、こっちの手をぐーっとねじって戻しましょう。これを30秒。ポイントはこの下の手ですね、ついてる手は押しましょう。押して戻す、押して戻す、こいつを押すことによってさっき言いましたね、ねじる動きがすごくやりやすくなりますので、押してねじりましょう。いいですか、押してねじる、そうすると股関節も足首そして肩甲骨周りもしっかりと最後に全部使うことができます。はい、 OK です。じゃあ足を入れ替えて反対ですね、体重をかけて同じようにねじる戻すです。30秒、
大事なのは、こっちの手ですね。こっちの手で押してねじりましょう。押してねじる。押してねじる。押してねじる。お腹に力入れて、目線をしっかりと意識。あともう少し。はい、OK でーす。はい、OK、お疲れ様でした。以上がね、やってほしいウォーミングアップストレッチになります。結構ね、汗かいたりとか暑くなりますよね。そう、これだけでね、かなり体温まってきます。あとやってほしいのはですね、軽くジョギングであったりとか、しっかりウォーキングをして現地に向かう。こういったことをすればですね、体がほぐれた状態でレースに挑むことができます。ぜひ皆さん、レース前、そして練習前に行ってください。やる場所は現地ではなくて、ホテルや自宅で行いましょう。間違いなくこれやれば、皆さん、ベストに一歩近づくことができます。頑張りましょう。現地でね、ストレッチやると思うとね、僕もね、できた試しがない。そので本当に軽く動くぐらいしかできないので、まあ、ジョギングの前のね、ストレッチとか必ず自宅で済ませてください。もう今日やったものはね、10分ぐらいできますので、10分早く起きるだけなので、そこはね、頑張っていただければなと思います。ちょっと長めにやっても15分ですよ。倍時間のでも20分ですからね、それぐらい早く起きましょう。よろしくお願いします。いつも高評価、コメント、本当にありがとうございます。皆様の高評価、コメント、動画を作る励みになります。今日の動画も参考になったと思うので、ぜひとも高評価ボタンよろしくお願いします。疑問、質問がある方はね、コメント欄に放り込んでください。動画を作る参考にしていきます。LINE 公式アカウントは練習会やイベント情報など、こちらはね、メインで配信しております。ちょっと早いですけどね、来シーズンを見据えていきましょう。しっかりね、質の高い練習を定期的に積むことによって皆様は強くなっていきます。定期的に積む場として高山の話、ぜひともね、お使いください。皆様ね、勇気あるポッチを待ってます。待ってますよ。本日は以上です。最後までご視聴本当にありがとうございます。こちらのチャンネルでは、ランニングに関する情報や走り方、走行情報を配信しております。今日の動画も参考になったけど、まだチャンネル登録しなかった方、これを機会にポチッとよろしくお願いします。X や Instagram で高山マラソンシェア、フォローいただけると本当に嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね。